ーヒートサンドイッチ類、ブレンズコーヒーは、カナダのブリティッシュコロンビア州バンクーバーを拠点とする、フランチャイズチェーンのシアトル系、コーヒーショップ。国外でも、日本などで展開されている。1992年創業のチェーン店で、元より喫茶店激戦区であった、バンクーバーのロブソン通りに構えた店が第1号店であった。現在は、 ブリティッシュコロンビア州に57店舗を構えるほか、日本や中国、ドバイなどにも国際展開している。2006年には、シアトルズベストコーヒーがバンクーバー市内に展開していた店舗を買収し、さらにバンクーバー内での規模を拡大した。主な商品は、コーヒー、茶、ホットチョコレート、アイスベバレッジなどがある。コーヒーに関しては、 他の喫茶店チェーン同様に、コーヒー豆での販売、及び関連の機器も、各店舗で売られている。茶に関しては、一般的な紅茶のほか、緑茶やウーロン茶、チャイや、ルイボスティーなども販売されており、またそれぞれ種類も多数用意されている。日本では2000年より株式会社 B&M が、フランチャイズ展開し、東京都港区の青山に第一号店を開いた。 2015年の時点で首都圏に4店舗を展開している。なお、B&M は2012年3月に株式会社銀猿のルの子会社となり、2013年1月に銀猿のルの親会社となったキーコーヒーと共にフランチャイズ事業に力を入れる。日本の店舗ではラテアートを全面に押し出しており、また日本茶を使ったカフェラテも 主力の商品となっている。一方のカナダの店舗でも2004年より抹茶ラテが販売されている。2020年9月30日に臨時株主総会を開き、B&M は解散を決議し、ブレンズ社とのライセンス契約を終了した。ザ・ブレンズ・ストーリー・ブレンズ・コーヒー、ー店舗情報。ブレンズ・コーヒージャパン公式サイト。B&M。M 2008年9月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年2月1日閲覧。ビジネスジャーナル編集部。銀猿のルがキーコーヒー参加に。再造。ピアニッシモ1から2。2013年5月21日閲覧。ありがとうございます。